ねえねえこっち向いてよ最近全然かまってくれないじゃん1ヶ月半近くかまってくれないじゃん禁煙えー、つまんないな前はあんなにいっぱいかまってくれて私と一緒にキスしてくれたのに。 一睡がすっごく長い時なんて、一人で悶絶してたのに。でもさ、今日はいっぱい頑張ったでしょ頭をフル回転させた後の一服とか、何かが終わって一息つく時は私が必要なんじゃない今のヤニキレの状態ですったら、最高。 こ幸に美味しいと思うんだけどな。ほらほら、私とキスしようよ。一ヶ月半前の感覚を取り戻して、ね。ニコチンを脳に送って、タールで肺を汚して、一酸化炭素で血液をドロドロにしようよ。 快楽に溺れて、少しだけ不健康になろうよ。ねえってば。あ、うざいごめん。でもさ、禁煙するにはいいけど、その一方で、私のことを犠牲にしているんじゃない 確かに、タバコである私は悪いところしかないけど。でも構ってほしいし。以前私のことを好きになってくれた君に、もう少しだけ寄りかかりたいなって思うんだよね。君の幸せのために私を犠牲にするのは良くないように思って。何かの犠牲なしには得られないとは言うけどさ。 いや、そのなんていうか、苦しくない今禁煙するのって。君もまだ長生きできるような年齢だし、快楽とかに溺れて今を楽しみ続けるのも悪くないんじゃない人生いつ楽しいことができるかわからないんだから、今のうちに、 楽しめることは楽しんだ方がいいと思うんだ。それに、禁煙しても何も変わらないと思うけどな。それよりも、私といた方がとびっきり楽しいよ。ね。だから、私に火をつけて一息つこう。キスをして。 一度落ち着こうよ。とびっきりのキスを。<laughs> そっか。もう決めたことだから吸わないのか。<laughs> よかった。実はね。 その言葉を待ってたんだ。君はこれまで何度か禁煙に挑戦していたけど、でも失敗する傾向にあったし、成功しても長くは続かなかったり、だからね、今度こそはきちんと成功して健康に過ごしてほしいと思ったんだ。だから、 悪役というか、あんな煽るような態度を取っちゃったんだ。素直になれなくてごめん。君とは長いこと一緒にいたし、なんとなく君の性格は分かってたつもり。だから、励ますよりも闘争心に火をつける方が効果的かなって思って。 傷つけてしまったならごめん。大丈夫そう。だったらいいけど。ああ。寂しい気持ちは確かにあるよ。でも、何かを得るためには。 何かを犠牲にしなくちゃいけない。今回は君の健康のために私が犠牲になるってだけの話。ただそれだけの話だよ。嗜好 <laughs> 品である私は過ぎ去っていくくらいがちょうどいいんだよ。<laughs> おとなしく身を引いて君の前から姿を消す。 それくらいでいいんだ。でも、禁煙するなら徹底してよ。友人に誘われて吸うとか、一服しようよ、みたいな誘いに乗らないとか、普段の銘柄とは違うから大丈夫、とか言って、逃げ道探したりしないで、禁煙するならするって切り替えてね。あ、あと、 禁煙したストレスとかで、暴飲暴食とかには走らないようにね。本末転倒になってしまうから。浮いたお金とかで無駄遣いもしないようにね。ああ、ごめんね。ちょっと心配で。はぁ、あ。君に会えてよかったよ。 最後になるかもしれないけど、こういう終わり方の方がきっといい。煙みたいにパッて消えて、ほんの少しだけそこにいたっていう香りを残す。そういう終わり方の方がいいんだ。その方が得されなくていい。私も君にすがったりしないから。 これで完全にお別れ。君がいつまでも健康でいられることを祈ってるよ。それじゃあ。バイバイ。さようなら。